洋服の歴史とは、西洋の衣服及び服飾の歴史を指し、本校ではその概略について解説する。左、古代ヒク中世、右、近世近代詳細は、古代エジプトの服飾、古代ギリシアの服飾、及びローマ帝国時代の服飾を、参照ギリシャ文明においては、男女共にヒマティオンヤキトン、ペプロスといった一枚布を体に巻きつけて装う。 シンプルな服装を好んでいた。生地などに高級品、下級品の差はあったが、衣服自体に男女や身分の差はほとんど見られなかった。ローマ時代に入って身分標識の衣装となるトガが生まれ、材質、着付け、色や装飾などで細かく身分の分類が行われた。一方、女性服はギリシャのものを踏襲したため、男女の衣装の違いがはっきりとする。しかし、 外川、わずらわしさから捨れ、貝のトにかが表儀化する。詳細は、ビザンツの復職、西欧の復職、西欧の復職、西欧の復職、及び、西欧の復職を参照ローマに侵入した。ゲルマン民族はズボンを持ち込んだが、ローマ人はズボンをこの上なく野ひな衣類と考えていた。ローマ時代の末期に、ダルマティカという短い袖の、ゆったりしたチュニックが流行する。 ビザンツ帝国の時代に至り、絹や宝石や黄金、パープル染めに代表される東方の富の流入によって、皇位の人々は緩やかに膝が流れる衣服ではなく、金筆臭をふんだんに施して、宝石を飾った、重くこわばった衣服を着るようになる。ズボンを履くことは身分高き男性にさえもはや、ためらわれず、皇帝は白や黄色のズボンを履いた。ビザンツの影響から西欧では、 絹の長衣が流行し、騎士でさえ女性と変わらない予想をした。南フランスから持ち込まれたという、ごく短いチュニックが流行する。その後おそらく東方から持ち込まれたブリオーという、広く大きな袖と、ぴったりした胴部を持つ長いチュニックが流行する。騎士たちは争って髪を伸ばしコテを当て、男女の違いは長い裾の下に隠れたズボンを見なければ、ほとんどわからなくなった。 貴婦人たちは、あでやかなブリオーの裾を長く伸ばすことに熱中し、ボタンで取り付けできる引き裾が発明された。しかし、ブリオーの時代は長くは続かず、続いて、コットという体にぴったりした服が流行する。これは、肘から手首までをボタンで留める、長くぴったりした袖を持ち、脇を紐締めする、やはり竹の長いチュニックだった。さらに、 シュールコーという上着を重ねたが、もともと鎧の上に着る衣装から生まれたこれらの衣服には、戦場での見分けのために紋章がついていた。紋章という柄と、はっきりした色による装飾の流行に飽き足らず、左右の靴下の色を赤と緑にしたり、衣装を真ん中から青と赤にしたりといった、ミパルティという2色で体を分割するファッションが流行する。 男性服は長く裾引く衣装から突然短く活動的な衣装へ移行する。コタルディというしりたけの短い前開きで二の腕までのぴったりとした袖に大きくくった襟ぐりの衣装が流行した。この軽快な衣装はイタリアの若者の衣服から輸入され、後にプールポワン、ダブレット、またはジャケットと呼ばれる。女性のコタルディは同じくぴったりした袖に広い襟ぐりだが、 引き裾でスカートがゆったりと広がるように裾に街が入っていた。シュールコーはほっそりした体型がよく見えるように脇を大きくくった。ドイツ方面、編集イタリアスペイン、編集イギリスフランス、編集またトランペットスリーブという袖がトランペットのように八の字に広がる形を好んだ。特にイギリスの女性はゲーブルフードと呼ばれるヘッドドレスをかぶった。 エリザベススタイル、編集スペイン王、フェリペ2世と、イギリス女王、メアリー1世の婚姻により、南王の流行が、イギリスで取り入れられ、その後のエリザベス1世時代の権力を誇示するかの、ように独自に発達した。男女とも、エリザベスンカラーという、繊細なラフを着用する。この時代より、人工的に体型を誇張し始め、女性は上半身が、 V 字型に見えるように腰を細く見せ、スカート部分はファージンゲールを腰に巻いて膨らませた。男性もダブリットは腰を細く見せ、トランクホーズの中に綿や羽毛等の詰め物を入れて膨らませた。男性は権威を象徴するような高く角のように膨らませた。髪型が流行し、カツラの着用が一般的になっていった。1620から30年代にかけて女性は イラーゴスリーブという肘を境に二つの膨らみを持った袖が流行する。16世紀頃からコルセットで体の形を整えることが広まる。18世紀に入ると美を追求することがエスカレートしていく。女性はウエストを細く締め付け胸元の広いドレスが一般的になる。また18世紀後半は貴族階級の間で スタイルがよく見えるという理由から高く膨らませた髪型が流行する。男性は低く横にカールをつけた髪型が一般的になる。1784年のフランス革命以後、ナポレオン・ボナパルトの台頭に前後し洋服はよりシンプルになっていく。女性はコルセットがなくハイウエストのドレスが一般的になる。エンパイアスタイルでは大きく開いた襟ぐりと 小さな蝶賃袖が特徴である。男性もカツラで髪型を作るのをやめるようになる。再び洋服を花飾りや羽根で飾り付け、コルセットを用いるようになる。また、ボンネット棒が登場する。女性の髪型では左右と頭頂の3方向に揺り上げたスタイルがこの時期特有の流行である。男性の帽子、台等の小物も、 徐々に現代に近いスタイルが完成していく。1850年代よりペチコートの代わりに針金や芸骨でできた栗のりんを用い、スカートをバランスよく膨らませることが広まる。栗のりんの不便さもあり、やがて全部の膨らみを強調したバッスルスタイルが流行する。バッスルには布を重ねたもの、金属製のもの等、様々な種類があった。男性の上着は丈も短くなり、 塩美服等は現代の形とほぼ同じになる。日本にはこの時期に様相が持ち込まれた。上半身、スカートとも動きやすく実用的になる。また、1910年代には日本の和服など東洋文化に影響を受けた極端に細い裾を持ち筒状のホップルシルエットが流行した。余計な装飾を外し、布のたるみを生かしたシンプルなスタイルのドレスが、 流行する。ここシャネルマリークアントの影響によって、成人女性が足を露出させることが一般的になる。戦後は大量生産された既生服が一般的となり、ジーンズやミニスカートなどが広く大衆に受け入れられるようになる。また、未婚女性と既婚女性の服装の差もなくなっていく。ありがとうございます。